はい、どうもムックミエです、今回はデトロイトビカムヒューマンの体験版をやりたいと思います。製品版は5月に発売なんですけど、その前に今あの体験版が出ていたので、ちょっと先にプレイしておこうかなというね。ちょっと待ってね、今ねあのあ、取れないあのすいません、あの部屋をちょっと涼しくさせてください。あ、最初からプレイオプション購入、オプションちょっと見ようかな。映像オーディオ言語、難易度、コントローラー、難易度、操作が複雑になるが突入感の高いモード、難易度も高く、失敗すればキャラクターが死亡する可能性があります。シンプルな操作でストーリーを楽しむモード、難易度も低めに設定され、キャラクターが死亡しにくくなる。簡単か難しいしかないの？簡単か難しいしかない。まあいいか、なんか初期設定のまんまでいいか、よろしければ。はい、言語日本語、まあいいか、日本語で、日本語にして、オーディオ、ホームシアター、大型テレビ、小型テレビ、ヘッドホン、ヘッドホン、いや普通でいいや普通でいいな。ホームシアターでいいのかな、まあいいや、はい、いえ、まあいじんないとこ、初期設定でいいです。あ、レイナさん、こんばんは。目指せ全エンディング達成？いや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 。あ、でも体験版だから、あの、エンディングまでいけるかもちょっとわかんないね、これ。どこまでできるのやら。最初からプレイ。じゃあ最初からプレイで早速やっていきましょう。リバッチさん、まあ、なんか映画みたいな感じのゲームだと思うので、あのぜひちょっとストーリーを楽しみながらやりたいと思います。あ、ここで選べるんだね、難易度が。はい、あ、タコさんこんばんは。ノーマルね、ないんだね。8月25日8時29分。すげえ。おお。あ、そうそう、これ音じゃさんやってましたね、これ。保証人が到着。左スティックで移動、してます。右スティックでアクションを実行する。あ、確かにヘビーレインっぽいな。ジョン・フィリック。戻す。ああ。三人家族？これね、あの、5月。にあの製品版が発売されるんですけど、私はすでにもう予約済みですね、これ。ずっと前からすごいやりたかったこのゲーム。あ、お母さんだ。まさか、まさかアンドロイドを。さあ、起きた。いや、そんなのダメよ。待って、やめて。包丁は本物の人間に頼んで。アラン隊長を探す。それはあの子、かがむ、ドワーフグラミー、助ける、助けようか。
あ、こうやって主人公がなんか行動を選択していく感じなんですね。待って、 L1、 おお、私が助けた魚がすごいあれ、 R2 を長押しして任務を、アラン隊長を探す。これあれだな、プロモーションビデオで見たな、ここの場面。こっちとか行くといけないのか。すごい、なんかアンドロイドが交渉することに対してすごい嫌がってるんだよ。まずアラン隊長と話す。あ、なるほど。アラン隊長がどこにいるんだか。話す。アラン隊長、私はコナー。あ、これアラン隊長。サイバーライフのアンドロイドです。奴は制御不能だ。俺の部下もすでに二人やられた。だが奴を撃てばバルコニーから落ちて娘も道連れだ。変異体の名前、変異体の挙動、精神的ショック、停止行動。彼の名前は？さあ、知らないな。どうでもいいだろう。どうでもいいですか？交渉するには情報が必要ですから。様子がおかしかったという報告はありましたか？すごいね、今メーターが下がってたね。選択肢選ぶとき。救うことだけ考えろ。お前があのアンドロイドを止められなきゃ、俺が始末をつける。時間を無駄にするな。48% 成功。現場の状況を確認する。現場の状況を確認したいな。どうやって状況を確認すればいいんだろうか。人質を探す。あ、違う、こうか。右スティックでカーソル、あ、なんかあるよ。お、なんか手がかりを発見した。他には分析すべき手がかりが他にあるな。どこだ？あれ、反応しない。もう一回？いやいや違うよね。あ、これ？これか。お、再現、再現。状況を再現する。 L2R2 でどういうこと？あー、そこから撮ったんだ。ちょっと待って、なんだここは。変異体は父親の銃を使った。なるほど。あ、しずくさん、こんばんは。ちょっと待って、なんかね、いろいろと目が離せなくて目が離せなくて、ちょっとコメント見れてなかった。あの、なんか一つ一つの挙動がすごい大事なんだね、これ。現場の状況を確認する。人質の部屋を調べる。人質の部屋がここだよね、多分娘の部屋でしょ。調べる。あ、待って待って待って、タッチパッドをスワイプでアクション実行。あー、こいつが今娘さんを人質に取ってるアンドロイドか。役に立ちそうな会話、またアクションをアンロック。おー、やったね。他にないかな、なんかヒットマンみたい。こんばんは、こんばんは。
娘には銃声が聞こえなかった。なんか人質の部屋の操作完了。あ、操作完了になった。これ以上は何もないってことかだ。ちょっと若干ちょっと音量上げようかな。これ以外には何もないか。見る。お風呂場。いや特に何もなかったな。閉まっちゃったし。ドア閉まっちゃった。で、あっちに人質がいるのか。あ、現場の状況を確認する。分析しよう。ここになんか銃の跡、ん？なんだ、9ミリ弾による傷跡ってこと。さっきのあのお父さんの銃じゃないの。2発ってある。ここもか。全部同じ銃だ。全部同じ。あ、なんだ、ジョン・フィリップス、お父さんだね。お父さんが死亡。再現。何かを持っていた。何を持ってた。新しい手が、逆再生して新しい手がかりを探す。あ、右スティックで。父親は何かを持っていた。あった、これだ。これでスマホ手に取る。アンドロイドだから指紋とかないのか。開ける。アンドロイド AP700 のオーダーを受け付けました。兵隊を買い替えられる予定だった。それに怒って銃撃ったの。成功率つけてる。L1 なんかあんのここ。 68% だからまだあれか、手がかりが足りない。あ、やられとる、やられとるで。なんかヒントないか。ヒントというか、あ、ミュート解除。デトロイトのダウンタウンにあるビルの最上階で少女が人質に取られてからちょうど1時間が経ちました。未だ事件の詳細は不明のままですが、一家が浮遊するアンドロイドの犯行と見られています。ミュートにしといた方がいいのか。早いな情報が。パッドをスワイプしてアクションを実行する。あ、ミュートになった。自然と消す。一家は夕食を取るところだった。これあれかな、もしかして前の部屋とかにもまだあの証拠があったのかな。分析する。なんかちょっとシャーロック・ホームズ思い出すな。発砲の痕跡。あ、銃を撃ったんだ。
銃を撃ったから撃たれたんだな、この人は。1,2,3、4発撃ってるってことだね。お、あったあった。死亡再現。なんかある。右スティックでカメラを。あ、なんだ。人質は発砲を目撃した。兵隊は警官に撃たれた。撃たれたから撃ったんだね。武器を発見。おお、武器を発見した。あるな、あそこに武器が。ナオディンさん、こんばんは。おお、びっくりした。おい、何ボケットしてる。交渉するんじゃないのか。いや、今だから情報集めてるんだよ。外に出る。あ、外に出るしか選べないぞ。出るしかない。私に武器がないけど。人質をかけ、近づいたら飛び降りるぞ。なんか証拠が足りなかった気がする。名前？やあ、ダニエル。なぜ？僕はコナーだ。俺の名前を。他にもいろいろ知っているよ。君を助けに来たんだ。ちょっと情報収集足りなかった気がするけどな。兵隊同様 50%。 どうでしょう。だ、安心させる。傷つけるつもりはない。僕と話し合って解決策を見つけよう。話す、話すことなんかない。なんかすごい興奮してるな。今もう遅い、手遅れなんだよ。原因、エヴァとは仲が良かったんだろう。君は裏切られたと思ったんだろうけど、それは違う。嘘をついてたんだ。愛されてると思ってた。兵隊が安定したぞ。だけど違う、この子も他のやつだと同じなんだ。ダニエル、やめて。原因、買い替えられると知って君はショックを受けたなあ。そうなんだろう。家族の一員だと思ってた。そうだよな、大事な存在だって。なのに急に買い替えなんて。でも俺はただのおもちゃ。いらないだったら捨てられるだけなんだ。ダニエル、同情的なの。君は何も悪くない。君が感じているその感情はソフトウェアのエラー。ソフトウェアのエラーなんだよ。だ、俺のせいじゃない。お、安定したぞ。こんなはずじゃ。愛してたんだ。そうだよ。彼らにとって俺は命令を聞くだけのただの奴隷だった。そんなことないぞ。おかしくなりそうだ。あのヘリコプターをどこかにやってくれ。従おう。ほら、いなくなったぞ。兵隊がどんどん安定してる。信じろ、最後のチャンス。ダニエル、僕を信じてくれ。これなんか PV で見たな。人質を解放すれば君を傷つけたりしない。お、95%。 全員引き上げさせろ。それと車を用意しろ。町から出たら解放してやる。歩み寄る。ダニエル、それはできない。解放すれば君を撃たないと約束するよ。あ、99%。 安心させよ。死んだりしない、話をするだけだ。心配はいらないよ、約束する。わかった。お、君を信じる。あ、やった、なんか交渉成功したぞ。アドレードらしからず。うわー、嘘だろ。え、なんで撃ってんの。え、
なんで捕まえればいいじゃん。嘘をついたら来な。あ、これ PV で見たわ。同じになっちゃった。まあでもアンドロイドだから。そうか、ミッション成功。あー、人じゃないから容赦なく撃てるんだろうな、アンドロイドだから。これはシーンのフローチャートです。これまで見てきた物語やまだ体験していない道筋、そして物語の可能性を確認できます。あ、シモさんこんばんは。まさか撃つと思わなかった。あれ解放したからわーってみんながさ、わーって走り寄って、あと逮捕だっつって手錠かけんのかと思ってたんだけど撃つのかいと思って。あ、フローチャート、スワットが変異体を撃った。あー、なんか私2つぐらい取れてなかったね、鍵がかかったやつ。1,2,3,4,5,6 6パターンあるのか、エンディングが。全世界の選択？あー、これを選択した人の割合が 30% だって。スワットが変異体を撃った。ズームできる、一応続ける。え、嘘をついたな、コナ。俺に嘘。あ、レオレオさんこんばんは。一つのエラーとともに私は生まれた。胸で心臓が脈打ち、体に命がほとばしる。穏やかな声が私にささやく。私は生きていると。なんかいきなり宣伝が始まりましたね。デトロイト、ここから始まった。人間たちに縛られて生きていく必要はないんだ。三体の主人公殺せないぞ。今のコナーだね。革命のリーダーマーカス。やめなさい。一緒に逃げましょう。少女を守る投稿者カーラ。お願い、あの子を助けてください。またお友達にならない？人間にとって私たちは店に並ぶ人形でしかない。どうなるかは君次第だ。あなたの選択と決断が物語を大きく変化させる。あ、そうだよね、あの時武器取れなかったから。人類とアンドロイドを待ち受けるものは愛か正義か。君の役目は人間に奉仕することだろう。その子に手を出さないで。今死ぬわけにはいかないんだ。これは私たちの物語。2018年5月25日発売。6900円すごい。この作品ではあなたの行動が。このシーンをもう一度プレイして別の結末を見てみますか。
いや、いいです。突然始まる CM か。びっくりしたね。終わった。今の話はとりあえず終わったけど。私はみんな助かったって思いましたね。なんかスワットが撃つとは。ルート多分、これ体験版だからあれぐらいだったけど、製品版になったら、あれがさらに増えそうですね。なんか、主人公3人って書いてあったし。選択、いいえ。世界は案外ちっぽけなもんで、踏み出すたび違う顔を見せる。誰一人として感じるものが根本の部分で異なってるんだ。その中で分かち合って繋ぎ合わせて生まれてくる小さな光を灯すためのランプは今か今かと